ようございます。あ、またタイマー忘れてた。ギリギリセーフかな。恐竜これ、あれ違う、あ、これか。ここで配信場所が変わりました。もうこの背景のやつも全然見えないぐらいのところに来たんですけど、今から即興ダンスをします。あ、って言ってもケイトが作るんじゃないんですけど、ダンスをまあ自粛期間で全然公演とかできてないわけでして、だから覚えてるかなみたいな感じのやつです。これカラオケのやつどうやって、見えないですよねこれ、どうしよう。まあ一応頑張って見てください。ダンスは作れないです、作れないですけど、ちょっとまあ元あるやつで。あ、すごい、こんなにできるんや。皆さんなんかぜひリクエストを。ちょっと歌は自信ないけど、とにかく踊りを。ちょっと覚えてるかな、わかんないですけど、全然自粛になってから全然ちゃんと踊ってないから、なんか軽くなんかやってみようかなみたいなのはあったけど。だって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 、ケイトあれやねんな、ノーエマ、そうや、昨日ミラコに教えてもらったんだけど、サビだけ教えてもらった。夢逃げか、夢逃げ覚えてるかな、全然やってない。もう夢逃げ公演終わって、あのライブとかでやって以来全然やってないから、覚えてるか分からん。そう、何が多いかな。らしくない、あーらしくない、そうね、いいね。らしくないにしようっと。結構バラバラなのでね、あんまり多数決も取れんか、覚えてるかな、らしくないとか全然やってないのでね、ちょっとこれで調べたらいいのか。あ、出てきた、これどうしたらいいの、押したらいいの、え、初めてやるか分からん、どうやったら流れるんや。あ、これか、あ、違う、これ BGM みたいなのにできへんねや、マイク付き穴ダメなんや。え、じゃあこっから離れれへんってこと、有線のイヤホンじゃないとあかんってこと。あれ、じゃあ踊れんやん。え、これ、あ、無線でもいけるねや。一瞬で戻ってきます。
円でいけるんですか。すぐ戻ってきました。戻ってきました。自分の声が聞こえへんくないからうるさいかも。あれ聞こえへん。あれこれでどうやって流すのや。え、聞こえてますか？ケイトの方には聞こえてない。声は聞こえてる？あ、イヤホンの声ってこと。声は聞こえてました？でも、あれが聞こえへん。BGM が。どうやってどこで流すのこれ。あ、ケイトの声聞こえてなかったって感じですか。え、聞こえへんでやってるの？みんな。聞こえてますか？え、これ音楽流れてないってことは。マイク付きやないとできへんってことですか？マイク付きじゃないと無理ない。ちょっと待って、どういうこと、どうしたらええの。カラオケモードにはなってるんですよ、一応。え、マイクついてないやつじゃないとできないってこと？有線。え、カレンちゃん来てくれてるの？ありがとう。ちょっと見つけ出されへん。どこや？マイクつなげなできへんの？無線はダメか。有線の日本どこや。でもそれってことはこの辺でしか踊れへんってことか。まあ一回持ってきますね、有線のイヤホンだけ。カレンタンありがとう。ごめんなさい、もう結構時間経ってますよ。10分ぐらい経ってる。こんなことをしてる間に、こんなことしてる場合じゃないのに。ピロ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 ありがとう。とりあえず有線があればどうにかなるってことですよね。でもそれやったら踊れへんか。急いでてもピロピロはする。あれ鳴らしてるんですけどね。これイヤホンが問題ってこと？どういうことだ。
ラオケ設定にして曲を選んでこの曲を歌う。あ、来たんじゃないですかこれ。あ、このマイクがないと喋れへんが、聞こえてますか？声が小さい。あのね、このこれマイク、あでもこんだけしか動けへんってことか。ちょっと待って顔見えずに踊るってこと。それかちょっと腰曲げて腰曲げて踊るってこと。それかえ、ほんまや、回られへん、どうしよう。え、腰曲げてこの辺やったら踊れるんか。ちょっとおばあちゃん腰でやりますね、じゃあ。あ、すごい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 ちょっと待って、すごいすごいすごい、流れた。こんな声響いてる、声響かなくていいのに。あ、どうしよう、ちょっと待って待って、ちょっと止まれへんはいすごい、なんか聞こえてるこれケイツの声聞こえてるんですか。はいはいはい、どうも、あくしだ、はいはいはい見えへん、ちょっと待って、こんな
そんな感じじゃない。ければすべてよし、完璧だ。ちょっと髪の毛が当たってうるさいですね、ごめんなさい。ちょっとこんな感じじゃなかった。ちゃんとね、けれどもこの広さを使って全身映って、まあ足は映らんけど、やろうと思ったのにここしか映んない。もうまあいかん。あ、長いイヤホンとかあんの？これ以上いけない。あ、ここでやる。でもちょっと怖い、倒れたら怖いからな。延長コードがいるんか、コード。まあ楽しかったからいいか。恐竜が踊ってるみたいでした。無線のこっちのがらなくて、一回無線に変えますね。ちょっとイヤホンを外してもカラオケが聞こえるなら離れて踊った方がいいですよね。ケイトもそう思ってるんですけど、イヤホンに全く聞こえてこなくて、なんかマイク付きのイヤホンじゃないとダメらしい。マイク付きの無線イヤホンってどこにあるんですか。あれ、できないですね、無線じゃ。あ、無理らしい。無線じゃ無理や。有線をつなげたまんまで、それで聞こえるんですかね、音量マック。これ聞こえてますか皆さん。今あー聞こえてるんですね。え、これ ケイトの声は聞こえてる。これもう一曲踊ったら熱いですね。イヤホンを耳から外して置いてみる。それで曲流してみたらいいんですね。うん。なんかないかな。何かと、まあ何でもいいや。ちょっとだけ聞こえます。あ、いけそう。
ちょっと聞こえづらいけど聞こえてるからいけそう。ちゃんと難しい。ちょっと離れたら聞こえなくない？ちょっと待ってください。わからんわからん、サビだけしか合わへん。あ、イヤホンコップに入れたらいいね。なるほどなるほどなるほど。合ってましたか？もうちょっとグダグダや。どうしよう。なんかちょっともうラスト1曲ぐらいですよね。ほんでちょっと待って、ちょっと待って、あと4分しかない。いや、あと1曲もできやんか。終わっちゃう。途中までできるとこまで。
あ、違う、無理や、もう。あと3分前になっちゃったのでちょっと次何時やっけ。次14時、14時枠でやり直しします。申し訳ない、めっちゃグダグダになっちゃった。やっちまった、悔しい。ちょっとでも暑いごめんなさい。ちょっと次頑張って耳を澄ましてやりますね申し訳ない。それでは ここのランキングを発表して終わりたいと思います。13位、堀っちさん、ありがとうございます。12位、修造さん、ありがとうございます。11位、知恵森さん、ありがとうございます。10位、秀丸さん、ありがとうございます。9位、ガチの釣りさん、ありがとうございます。8位、久尾丸さん、ありがとうございます。7位、なんちゃんさん、ありがとうございます。6位、ペペさん、ありがとうございます。5位、ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。4位、ふがしさん、ありがとうございます。3位、よしひらさん、ありがとうございます。2位、市川みおりに頭ずつかれたいさんありがとうございます。そして1位がなずさんです。ありがとうございます。本当にちょっと 何30分間何してたんやろって感じなんですけど申し訳ないです。ちょっと次やってみて、それでも無理そうやったら早めに決断してやめようと思います。ちょっと後でもう一回だけ試させてください。次は14時からとなってます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、星を送ってくださった皆さん、カウントをしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございましたちょっと次早く決めてちょっとちゃんとします。一回やって無理やったら諦めます楽しかったんですけど、ケース的にはちょっと。それではありがとうございましたまあ確かにこれでカラオケで踊ろうとしたケイトが頭おかしかったです。間違いでしたね、カラオケやのに踊ろうとするっていう。踊れると思ってましたんですよね、イヤホンなしでも聞けると思ってた。やらかしてしまったサビ一瞬だけ踊ってましたけどね。ちょっとまあでも失敗したけどちょっといろいろ考えながら配信していこうと思うので、またぜひ見に来てください、お願いしますちょっとどうにかできたらいいんだけど、どうにかできますようにそれでは30分になったのでありがとうございました。次は14時からで。違う。